ドルフィンは神奈川県横浜市中区にあるレストランである。松東屋海の楽曲、海を見ていた午後でこの店の情景が歌われたことからユーミンの聖地として知られるようになった。1969年、絵物語作家の山川総司により開店。実質的な経営は次男が行っていた。当初は白壁の平屋建てであり、1982年に2階建てに、 建て替えられた。その際の金銭上の理由により、山川は経営から退いている。現在の経営元は、金田総合グループ。口述の海を見ていた午後の歌詞では、山手のドルフィンと歌われているが、最寄り駅は、根岸駅で、根岸森林公園に向かう、不動坂を登り切ったところにある。西洋館の立ち並ぶ、山手の街並みからは、離れている。 路線バスでは、根岸駅の他横浜駅、伊勢崎町から根岸台駅、桜木町駅、元町から資源保存館行きの横浜市営バスで、いずれも朝日台下車。開店から数年後、ある女子高生が友人に連れられこの店を訪れた。やがてこの少女は、八王子から電車に乗って一人で訪れるようになり、ランチタイムから夕暮れまでこの店で過ごした。 県内に飾られた山川による冒険活劇のペン画も美術大学を目指していた彼女の感性を刺激したようである。この少女こそ、後にシンガーソングライターとして一時代を築く荒井由美である。新井は1974年リリースのアルバムミスリム収録曲の海を見ていた午後でこの店の情景を歌ったことから、ユーミンの聖地として多くのファンが訪れるようになった。 歌詞に、ソーダ水の中を、貨物船が通るとあることから、店では、ソーダ水、ドルフィンソーダをメニューに加えた。曲の発表以前はメニューになかった品で、曲をイメージした、メロンソーダにイルカをかたどったオレンジが添えられている。1980年代末期のバブル景気の頃には、土日の夜にはこの店を目指して、しばしば、ドルフィン渋滞も起きた。現在では、ドルフィンソーダ、または、 同様に曲をイメージしたカクテル海を見ていた午後の注文があると店内 BGM に海を見ていた午後の曲がかかる。高台にあり周囲にマンションが増えたものの眼下にはコンビナート越しにネギシワンが広がる。歌詞には遠く三浦岬が見えるとあるが晴れた午後には位置関係的に暴走半島の眺望が良好である。眼下の海には時折貨物船が通る。 ありがとうございます。